分子コーラム感想速報。最新744話ガンボン兵感想速報。皆さんこんにちは、軍師のコーランです。今回は最新744話ガンボン兵感想速報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。強敵シュマを撃退するも、敵の新手として現れた林玉相手に苦戦していた李牧。そんな彼のもとに敵襲の知らせを聞いたフテイとバフージが駆けつけました。彼らの到着は李牧をめぐる戦局にどのような影響を与えることになるのでしょうか。考察へのご意見ご感想などをぜひコメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下からチャンネル登録と高評価をお願いします。1. すれ違い戦の結果。李牧の窮地に駆けつけてすぐ、林玉に対して、すれ違いざまに強烈な一撃を放ったフテイ。しかし、彼の斬撃は、林玉の顔にわずかな傷をつけただけで終わってしまい、逆にフテイの方は、兜を破壊された上に、右目の近くに傷を負ってしまう、という、思わぬ結果に終わりました。キングダムにおいては、武力差が5もあれば、一撃で勝敗が決する例が多いのですが、公式設定上、林玉よりも武力値が8高い、フテイの方が劣勢に陥っている点を見ると、やはり双剣使いにとって、刀を一本でも失うことは、相当な痛手のようですね。フテイの強さの肝は、敵の攻撃をかわしながら自分の攻撃を当てる、高度なカウンター技術にありましたから、自由に動き回れない馬上では、彼お得意の戦法を使えなくなるため、そもそも彼は、優秀な騎兵である林玉とは、相性が悪かったと言えそうです。2. バフージの活躍。フテイの襲撃にカウンターを合わせて、戦いを有利に運んだ林玉。しかしフテイの後ろでは、もう一人の長将、バフージが、彼の首を狙っていました。彼の戦闘スタイルは、騎兵の中では珍しい、両手で剣を振るうものでしたが、両手で剣を振るうがゆえに、彼の一撃には十分な力が乗っており、防御した林玉の剣を片方弾き飛ばし、彼の体勢を崩すことに成功しました。バフージの攻撃で無防備な腹部を晒した林玉は、もはや彼までか、と思われましたが、バフージがとどめを刺そうとしたその時、彼は自分を狙う国王の矢に気づき、左手を縦に矢を防ぎました。狙撃手に狙われた場合、ある程度の実力者なら、敵の位置から矢の軌道を読み、独力で回避することも難しくありませんが、一騎打ち中に矢をかわせば、馬上で体勢を崩すことになるため、立て直すまでの数秒が致命的な隙となり、敵将に撃たれる危険性が高くなります。それを理解しているからか、ためらいなく己の片手を犠牲に矢を防いだ馬封じの判断力は、凄まじいの一言です。この弾力に加え、怪力を頼みにする戦い方や、乱戦中も笑みを絶やさないあたり、激戦の中でも絶えず笑顔を浮かべていた、バナンジの息子ながらな、と思わせられますよね。3. 打倒ゼノウへの決意。登場以降、すでに多くの長兵をほふっていたゼノウは、カイネ隊の弓兵から集中攻撃を受けた結果、すっかりハリネズミ状態になっていました。体の至るところに矢が刺さった彼は、もはや動かなくなるのも時間の問題に思えましたが、これほどの負傷を負っても、全く勢いの衰えない彼を見ていると、本当に人の手で倒せる相手なのか、いよいよ不安になってきますね。未だに止まらない猛獣ゼノウを見て、長兵たちは徐々に焦りを見せ始めますが、彼の様子を見たバフージは、周囲にいる長兵が自分と同じ、ガンボン兵であることを挙げ、強敵キャードを撃破した自分たちであれば、ゼノウ退治など楽勝だ、と兵を鼓舞します。そういえば、療養戦で春水樹が、拳銃の一部が北の大地で強度に変貌した、と言っていましたし、獣の染みた拳銃の姿を見ると、強度にゼノウのような化け物がいてもおかしくありませんから、ガンボン兵であれば彼を倒せる、という彼の主張も、まんざら誇張ではなさそうですよね。4. 飛信隊の苦戦。一方、飛信隊の持ち場では、美人たちと学将軍が、壮絶な乱戦を繰り広げていました。以前の考察で、両軍は共に敵軍を撃破することよりも大切な任務を抱えているため、全面対決にまでは至らないだろう、とお話ししましたが、優れた戦術眼を持つ学将が、戦況を踏まえて自軍の方針を転換したようですね。彼は飛信隊の攻撃を見て、
敵の狙いが自分たちに一撃を加えて足止めした後で反転して他の奇襲部隊と共に李牧の首を取ることだと瞬時に見抜き、李牧への救援を強行するよりもこの場で逆に敵を足止めすることを選んだのでしょう。確かに趙軍は楽将軍が救援に行かずとも他に代わりになる軍がたくさんいますが、対する連合軍は飛信隊が動けなくなれば残存戦力の少なさから選択肢が激減しますので、飛信隊の足止めを決断した楽将の判断は非常に合理的であると言えそうです。この楽将の采配のせいで飛信隊は漢騎軍の援軍には向かえそうにありませんし、別の戦場で春水樹軍と戦う楽華軍も同様に持ち場を離れられそうにない以上、この対戦の勝敗は李牧を襲撃している漢騎軍の活躍次第となりそうですね。5. 李牧に迫る脅威。フテイやバフージが漢騎軍を止めている間、林玉戦で脳震盪を起こしていたらしい李牧は、部下に肩を重ねながら自分の馬に乗ろうとしていました。強敵、シュバ一家の大半を葬り、若手長将が林玉、国王ら漢騎軍幹部を抑えているおかげで、李牧の近くに敵の精鋭がいない今ならば、確かに彼が避難しやすい状況だと言えます。しかし、兵に肩を借りつつ歩を進める途中で、李牧は背後から自分の元へと向かってくる馬の蹄の音に気づきます。そして、李牧が緩やかに顔を上げて、蹄の音が響いてくる方向に視線を向けると、なんとそこには、敵軍の総大将である漢騎が、剣を片手に李牧の目前にまで迫っていました。李牧は他者の支えが必要なほどに、まだ体をうまく動かせないようですが、彼はこの、まさかの襲撃者の猛攻から、無事に生き延びられるのでしょうか。6. 今週の注目ポイント。今週、私が気になったポイントは、先一家の行動です。楽将軍に苦戦する中、李信が自分たちのそばにいた先一家の存在に気づきました。李信が先が近くにいたことを知らず、彼女らの姿を見て驚いていた点を踏まえると、先の動きは事前に説明されておらず、漢騎が密かに彼女たちを飛信隊の近くに配置していたことになりますよね。となると、一体彼女たちはこの場で何をしていたのでしょうか？この先一家の行動の謎については、近々具体的に掘り下げて考察していきますね。新年1回目の本誌も最高に盛り上がりましたが、残念ながら次回は合併号で1週間お休みです。いよいよ李牧の目前にまで迫った漢騎が、彼とどのような対決を繰り広げるのか、次回掲載までワクワクしながら待機じゃ、ですね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。